あの日の出来事は決して忘れません。核兵器のない平和な世界が訪れるまで、広島は語り続けます。市原玲子さんは被爆当時10歳、小学校5年生でした。市原さんは疎開先の海田町で6日を迎え、10日祖父母の消息を訪ね、広瀬町で入試被爆しました。今でも消えることがない思いを私たちに語ります。原爆の落ちた日じゃなくて、落ちる前からちょっとお話ししたいんですけど、落ちる前の広島って言いますとね、もう広島そのものがね、父の言葉を借りるともう死んでいた状態、広島そのものがもう賑やかなところがありませんでしょう。そしてみんな疎開していかれるんですね。だから歯が抜けたようにこう隣近所がなっていくんだ。で、子どもたちも縁故疎開とか集団疎開でね、そのいなくなる。そんな日、私なんか夜灯火管制で電気をこう黒いものを襲いますね。で、そこの下だけ明るい、そういう中で枕元に防空頭巾とランドセルを置いて、でこう休む、ね、そして静か、今のようにテレビも何もそんなものはないんだけど、そのラジオが聞こえてくるんですね。そのラジオが紀伊水道っていう、私実際でも紀伊水道っていうのはよく覚えてるんです。だから敵機がその紀伊水道を通ってこう大阪方面こう北上するっていうかね、そういう状態だったと思うんですね。紀伊水道、紀伊水道、紀伊水道って何だろうと思ってね、それをよく覚えてるんです。で、そういうような時に、まあ父がですね、広島はあまり爆撃はないんだけど、そして私は広瀬というところに住んでたんです。広瀬小学校行って、広瀬というところ、それは爆心からちょっと1キロぐらいのところある。でもね、その広瀬は中心よりはだいぶ逃れてるんだけど、こうちょっと近くの、ちょっと言ってもかなり山の上に登って見たんだそうです。そしたらやっぱり広瀬も中心だなっていうことでね、これは危ないで、まあ疎開をしよう。で、父の知り合い、まあ妹の嫁ぎ先なんですけど、ほとんど知り人がないところだから、その母がとても行きたがらないんですね。で、母の里は新一、やっぱり1キロぐらいのこと。で、私の家と姉がやっぱり広瀬に住んでたんですね、家族で。そういう、 こう三角形のところに住んで、非常にその居心地がね、暮らし心地が良かったんです。で、でも変わるのが嫌だったらしいんです。でも、それじゃいかんということで、お腹も大きかったし、で、まあ疎開したんです。第8車と鉄の小さいリアカーと、塔の赤ちゃんを乗せるこういう乳母車ね、そういうものに乗して、8キロ離れた、今は東海田町で、も昔は奥海田っていうところ、そこへ疎開したんです。そしてその原爆の落ちた日はですね、よく覚えてます。学校休みだったんで、休みか、まあ交代で学校行ってたのかわからないんで、とにかくその家にいたんです。光はねわからないけど、ドーンという音はねよく聞かれたんですよね。そして魔物か、音は何だろう、音は何だろうっていう間に、そのキノコ雲が裏の日の裏山からバババババッとかかって、ムクムクっと上がるんだけど、入道雲とは全然違います。入道雲は流れが、ね、非常に穏やかでこうゆっくりだけど、すごいスピードなんですね、山の。あれと思って、当時その日はよく晴れてたから、その空は真っ青、それにその白いのがムク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 っと、もう異常な大きい、その煙でもない、なんでもない、とにかく今まで誰も見たこともないようなものが、そのキノコ雲ですかね、上がってくるんで、周りの人みんな驚いて、あれは何、あれは何って。で、しばらく、そうです、どのぐらい時間が経ったのかわからないんだけど、製鋼所に爆弾が落ちた。いや、そうじゃない、広島が大ごとになっとるぞなっていうのが、情報が、電話も何もないんだけど入ってきたんですね。それで
父がその日すぐその広島へ出かける。そうすると大津っていうところがあるんですけど、その大津からはね、もうあの警察官の人がずっと消防団で入らさないようにして入れないんです。でも入れないといっても向こうにはまあ、あの親が住んでましたからね、あの私の母の両親が。で、あのどうしても行こう、どうしても隙間がないんだそうです。と入れない。7日の日に入っていったんですよね。ただその7日の日に入っていった時のことを、夕方行く時はね普通の顔で出て行ったんで、帰ってきた父の顔、もうこれは何っていうの、もう汚れて汚れて真っ黒けになってるんですよね。そしてその広島のその死体の折り重なった死体、電車の中の死体、もうその道の両脇で助けて助けてって父のこの足へすがりつく人もある。一人の人はもうどうにもならんのだけど、あの自分は西条いうとこから来とるんだけど、どうかもうお礼はなんぼでもする、もう あんたが思う手のようなお礼をするから、その西条へ連れて帰ってほしいって言われるんです。だけどその自分も親を探すに電話もなきゃ自転車もない、どうもない。そしてその火傷で立ち上がれないんだけど、そのすごく膨れてこうね腫れてものすごい状態なんだ。それが父のズボンをこうしてあの触って、どうにでもこれは私もね親を探す身じゃから言って、もうその手をこうして振り払うようにして、まあ新地町の方へ入ったって言うんですね。でもそこも両方もずっともうまだ生きてる人、もうすでに生き絶えた人の死体がずっと両脇にある。でその中に一つ、あの私がよくあの広瀬町で散髪屋さんにこう行ってたんで、その散髪屋さんの椅子へ座って男の子が、あの半焼けでね、もう上何にもない、焼けて散髪屋さんのは焼け残ってるの、この椅子が、その椅子でこう座ってね、ほんと首をうなだれてこう死んでる、あの半焼けのような状態で、それを見ると子供はね、あの当時疎開したりして子供の死体がとても少ないんだそうで、大人の死体多くても子供のは少ない。その少ない中にその子を見たから、もう哀れで哀れでかなわなかった。そしてまた新一から広瀬橋をずっと渡る橋の下にも馬が落ちて死んでる。そしてそのたもとの方でも女の人もほとんどあの裸、もう焼けてないんです。で裸なのにその自分の身をこう隠そうとする仕草が、そこらのものをこう拾って隠そうという仕草が死体だけど分かるんだそうで、そういう死体がねあった。もう阿鼻叫喚いう言葉がそっくりそのままだ言ってこう帰って話してくれたんですよね。みんなが、でもその日は祖父母の死体もあのどこへ逃げても全然わからなかったんで。そしてそれから、そして父はそうだったけど、その日の私はあの昼頃ですね、広島の方面からこうやっぱり知人を訪ねてこう、あの行かれる、帰られるっていうか、まあ、訪ねて助けを求めて行かれるね、そういう人がある日、あの私の家の前がこう配給物、お砂糖とかお塩とか当時配給物のお店だったね。でそこやもうあまりあの火傷の人が多いからね、バケツへ水汲んでこうひしゃくのようなものを置いてね、どうぞ飲みなさいっていうのを置いてあったんだ。でそこへおじいさんがね、こう上半身大火傷でパッと座って背中が向こう、私は道路の方からこう見てた。もうこんな大きいんですよ、あの水ぶくれすごくこんな大きい、それがこんなにしてね、こう水が入って重たいんでちょっと垂れ下がって、ここにもちょっと垂れ下がって、でなんか白いような薬がねちょっとつけたったように思うんだけど、だからあの弱くされた人がもう雑巾とかボロ下がったようにずっと恋の方でも逃げられたっていうのは、あれが破れるとね、ボロが下がったのにバランとなるでしょ。だからそういう状態でね、あのおられたんで、私も子供だからおじちゃんどうやって、いや上向いて寝るのに寝れないと思ったんでしょうね。おじちゃんどうやって寝るんって言った、どうやって寝ようかなってね、ただその一言でしたね。そして、まあ、またお水を飲んでなんかことこととなんかさばってね、こう明らかの方面に、田舎の方へ向いてこうあの行かれる。そしてそういう人がその昼からいろんな人がゾロゾロ、うん、ゾロ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 
来られる。して夜はね、田舎はやっぱりカエルなんか鳴いてとてもシーンと静かなんですね。ところが昼間のようなんです。ゾロ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 足音だけするんです、その表の往来がね。毎日こう行きますと、まあ、母も行きます、父も行きます。母は自分の親ですからね。で父もそれは自分のね家内のあれだから、その行きます。気分が悪くなるんだそうで。でね、私は長女で、長女でしたからね、私は連れてって広瀬の小学校が見たいとかなんかそんなことを言ったんでしょう。そしたら父が、うん、連れてってあげるって言ったんだけど、その放射能とかいうようなその知識は全然ないんです。その当時新型爆弾とか言ってね。で、まあ知識がないから、まあ、連れて行ったんでしょう。で私もついて行きたいから、まあ、ついて行ったんです。して、ね、一番最初に行きましたのが、ね、双葉の里っていうところへね、にも当時はね、お金があっても物がなかなかないから、その家が焼けるとね、その非常に不自由だからこう荷物を分散するんですね。借家もいくらでもあったんです、当時は。だからきっと借りてたんと思うんですよね。でそこへこう行く。で父が、中へ入っちゃいけんから、あんたそこへおるんよって、あないから言って、もうタンス、そこへ置いて、置かしたタンスの上にもうすでに屋根が、焼けた屋根がピタンとくっついてる。もちろん真っ暗ですね、昼間だでも真っ暗なんで。で私は外でこう待ってた。そしてふっとこうしてみましたら、こう足がね、1,2,3,4,5,6本あるんです。今の記憶ではあれ兵隊さんと思うんですけどね。でその横に上半身にはね、こうトタンのね、ブリキのトタンあるでしょ、あれが横にこうかけてある。だから3人、上半身顔は見えないんですよ。だからでもあれは、足は何も足が見えなかった。なんかゲートかなんかそんなもん巻いておられたのかな。そしてスプッと、あら足だと思って、そしたら父が出てきまして、なんかこう持ってたんだ。あってこんなにするから、あ今お父さん今何したんって言ったら、あれ金のまだ生きとっちゃった、ちょっとこう動きをっちゃった、今日しんどってじゃな。でも今考えたらそういうことってすごいことですよね。でも当時はそれは普通だったんです。誰も助けてくれない、もう何にもないんだけど、西側の方に校舎の焼け残りが少しあります。あとペタンと何にもないんですね。校門を入ったところに丸い池がありました。その池のそばがちょっとこうコンクリが私が座るぐらい空いてた、瓦礫の下から。でちょっともうこんなにして、でじっとこう座ってたら、父はまだ祖母がどこ行ってるかわからなかったから探しに行ったんでしょ。ちょっとそこへ動いたらいかんよ、動いたらあんた帰れんようになるから、そこへちゃんと待っとくよって言うから、うん待っとくって、そこへ座って一生懸命待ちました。そしたらその当時平和になったらまた会いましょうねって言ってくださった木坂先生、受け持ちの先生、最後にね母とご挨拶に行ったんです。そしたら先生はちょっと涙ぐんでね、平和になったら会いましょうって、私まで実際で小さいからこんなにしてもらってね、先生はどうされたんだろう。であとどこにも集団疎開もない、縁故疎開もまだない生徒さんまだいましたからね、ああいう友達はどうなったんだろうなと考えてるうちには涙がポロ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 出て、でね人一人いないんですよ、シーンと。でもあまり怖くなかった。当時ね食べるものがないんです。農家の人はいいですよ、まだねなんとか。だけど私たちのように疎開していったものにはね、ない。で私家がね昆布店してたんです。で祖父の家もそうだったんです。で昆布は北海道からもうああいう状態で、汽車も普通でもう入りません。そして父は三菱造船所へ徴用で行ってたけど、徴用解除になって家にいます。お金があっても物がありません。で私たちの8人の家族っていうものが毎日食べていくのに、それは今とはもう想像絶する苦しさですよね。その時にその昆布というものを非常に命の綱っていうか、お芋とか、まあ、いろんな野菜とか、たまには、まあ、お米とかに変えてもらえるんですね、農家へ歩けば。
広島にはね、よく小さいお宮さんがねこうあるんですね。畳こう本当この部屋の半分ぐらい、半分より小さいね。とふっとこう見ましたらね、その四角なとこのお宮さんの上の、ね、角に洗面器が置いて、お医者さんにも昔あるようなこう浅い洗面器ですね。それにね首がね、こぽっとこう乗ってね、こうこんなにしてうつむいてる。で、あお父さんあれって言った。父もまあ私が怖がると思ったのか、うーんっていうぐらいのことで。でそれを見て、それからまあ家路に着いたんですね。だけど家に帰ってもそのことを誰にも話しません。父が、まあ、一番最初にものすごいことを言ってますけど、珍しくも何ともない。で私も話しません。1週間ぐらい、私は日にち覚えてないんだけど、私が父に来ましたら1週間ぐらいして祖父母の死体が、焼死体が分かった。でもいっぺんはね、その母が探しに行った時に近所の人がねおられて、お父さん知りませんって、お父さん知らないって。でも本当はね、今名前を言ったらすぐ分かる大きな会社です。テレビもよくこう宣伝のコマーシャルが出ます。そこの旦那さんをやっぱり昆布屋さんですからね、そこへおられた。私の祖父も用がないから85分でね、もう朝食が済んでそこ行ってたんでしょ。自分の昆布もそこへ積んである。家へ持って帰らないでもそこで配給でね、いくらでも履けますからね。だからそこ行ってた。そしたらそこをそこではあるまいかと思って母が探しに行ったんです。そしたら知らない。本当はね、その人がそこの大旦那さんを問いたいのして逃げたんだそうです。でもそれをあんたのお父さんは助けて助けてって言っちゃったけど、置いて逃げたって言えないでしょ、やっぱしね。一生懸命私の母が探してるから。で後にね、悪いことした、早よ言うてあげりゃよかったって言われたそうですけどね。でそういうことで、だからでもね、その後助けたその人も名前も分かってるんだけど、助けられた人もどっちも原爆症で亡くなりました。で私の父はだけど他を探してもないから、やっぱりあそこじゃないかしらって、まあ、言って父が見つけて、金馬が顎が生やけどバッと上向いてたので、瓦礫の中からで父が見つけて、でも顎の方は半焼けだけど下半身ほとんど、ここらはもう白骨化してたんだけど焼けてね。でも父が言うのには、おじいちゃんはね助けられたってね、どうせ死んどった、こうももがね鋭利なものでパッと、昆布って割と機械もありますからね、だから鋭利なものでピストッともう切れてた。だから出血多量できっと助からなかった。だから助けてもらってももらわんでも同じかったんよってこう言うんだけど、まあだから助けてって言ったんだけど、生きながら足の方から火がついて亡くなったっていう状態になりますね。で祖母はね、自分の家で亡くなってた。それも探してもわからなかったんだけど、フィリピンでね、22歳で一人息子がね戦死したんです。それが戦争に行くときに、まあ母さんも僕だ思って、これでもはめとくいてどっか友達のとこで作って帰ったね、指輪があったんです。それをまあ祖母がはめてた。でその指輪と白骨化した死体が一緒にあったんです。寺町のお墓が全部吹き飛んでるんです。で赤い石を吹き飛ぶ、全部同じ方向を向いてくっとこう、台座はそのままでもこんなになって3つぐらい揃ってなってましたね。で、はあはあ、だから骨が収められない。それかえってすぐお墓建てられない。母が非常にこう体がだるいって、夏布団をね縫う、その夏布団が重いって言うんですよ。それでこれはまあ村のお医者さん見てもらうと、ちょっとお医者さんがこれは手に合わんって思われたんでしょう。広島に原爆病院っていう病院ができたからね、そこへ行ってみなさいって言われたんで、で明くる日行ったんです。そしたらこれはその最初の日はね病名は言われなかったんだけど、まあ後に白血病っていうのは分かったんですけど、このままだとね15日ぐらいしか生きられませんよって。もう普通の人はねこう
脾臓っていうのがねピンポン玉ぐらいなんだけど、お母さんはもう赤ちゃんの頭ぐらい腫れてる。でそう言うと、もうすぐ入院しなさいいうことで、まあすぐ入院したんです。でその時白血球がね35万あったんです。普通の人はねほら6000から8000ぐらいでね、でも先生はまあ今薬がね4つぐらいある、だからその薬はね1つ使っても効かなくなる、4種類を交互に使ってるうちにはねまた新しい薬ができるから、そうしたら希望を持ってね闘病いうのは苦しいけどまあ頑張りましょうねって言われる。でも4年半入退院を繰り返して48歳で亡くなりました。で弟はね小学校6年生でしたね、一番下の弟が。いくらかもう心残りだったろうねと思うんですけど、まあたくさんいろんなことを言いましたけどね、それだけはよく覚えてる。お母さんは幸せかもしれないねって言うんですよ。もう生きられないのになと思ったけど、おじいちゃんは助けてって言っても誰にも助けられんで亡くなった。おばあちゃんも一人で亡くなった。弟も戦友はいたかもしれないけどフィリピンで一人で亡くなった。たった一人いた広瀬にいたその姉も婦人会の動員で建物疎開で今に もちろん帰ってきません、行ったまま。だからお姉さんもそうだった。だからそういうことでとてもね幸せかもしれない。この戦争っていうのはみんながその重なり合って焼け死んだとか、あるいはとても悲しい目にあったと、それだけじゃないんですね。例えば、まあ、今まで私こういうことをねなんかいじましげで言ったことはないんですけど、私は非常にきつい目を遭いまして、健康管理のこう、ね、原爆の手帳をいただきました。でも妹たちは下の妹弟そんなないんです。なぜないかって、それはね厳しい審査がある。まず証人がいない。50年も経ったらね証人なんかいません。で私が疎開してたところもうほとんど知り人がないんで、6ヶ月ぐらいであまり迷惑かけたらいけないから終戦になって十字勲章の社宅を買い取りましてね、そっち変わったから6ヶ月ぐらい、だから6ヶ月ぐらいでそこの小さい子を覚えてる近所の人ってそれはいません。じゃあ元住んでいたところの人はね、家が後からバッとは焼けなかった、後から全部きれいに焼けてしまいました。で田舎へばっかり親戚ある人はどうされたか知らないけど、どこも親戚の行くところがない人は川の土手でねバラックで暮らしてる。でそういう人も私の隣は水国さん、後ろは大東さん、その後ろはどういってみかんす屋さんが斜め前はお寺さんだった。そんなにざっとしか覚えてないね。でもそういう人の中でもね結局こうパッとコツとねこう紫の斑点誰でも出ますね。そうじゃない、ただ寝てるだけで出る。こうして寝て朝起きたらいっぱい紫の斑点がこう出てる。そうやってあなたは疎開して子どもさんがたくさん産っちゃったからでしょうけど、疎開してよかったね、正解だった。私はこんなにね出る、これね夕べ寝とったらこんなに出たんでも、そういうようにそれがたくさん出るとね大体死ぬんです。あれ急性白血病みたいなもんで血管がもろくなるのね、じゃないかなと思うんだけど、そうやって裏の人だってのみんな亡くなる。そうするといくら私の兄弟下の子がその車に乗ってリンゴ箱を車へぐっとこう縄で祝えてこっちとあっちでこう弟たちね行ったり乗ったり降りたりしながら行った、でもそれを証明してくれる人は誰もいません。で三等身はダメだからこれも誰もいません。私がいくら言ってもそれはダメっていうことでしょ。そうして妹はまあ私より5つ下ですけど、ね、今歯医者さんに行ってもね血がね止まらないから困って、あんたの血は止まらんのって、だからものすごい健康管理をします。そして一番下の赤ちゃんだった妹は血圧がね50ちょっとしかないんです現在でも。だから時々気分が悪くなるんだっていうんです。でもそれを私がねどうしてやることもできない。だから戦争っていうのはその事態じゃなくてそれに関連したたくさんの
不合理不条理っていうか、そういうものがあるんですね。やっぱり私にとってはいろんな運命を変えた憎むべきもののような気がします。だからその変えた運命、変えられたから全部悪いとは言いません。その中からね、とてもいいこともねあるんです。でもいいことがあったからってね、その時代に戻るいうことは決してしたくない。